えー、日本代表ねアジアカップベスト8敗退ということでねイラン戦を振り返って明らかになる日本代表の弱点ということでちょっと話していこうと思うんですがうん弱点って言ってもここにはっきり書いてあるんだけどねっていう <laughs>、うん、まあ伊藤純也不在であの負け方してちょっと後味が悪くてみんな鬱憤溜まってるから森保やめろとかってみんな言ってるんだけど。 まあまあでもワールドカップだと3バック使ってくるんじゃないんですかって思わなくもないんだよね。だって森保っていつもそういうことばっかりやってるから、何してんのこの人みたいなね。うん。あそこまで機能不全に陥るってことは機能不全に陥らせて選手に考えさせるかってことなんだかなっていう。で森田がなんかはっきりとした指示が欲しいみたいなこと言ってるんだけど、 まあそこら辺も含めて今後修正していくんじゃないんでしょうかっていうのをちょっと思ってねまずちょっと見ていきましょうと昨日の試合ねはっきりしたのは実力差がすごいあるか相手がつないでこないと日本代表は機能不全に陥るってことですねっていう本当にもうで前半はねえっ、ー、と相手がネガトラの時相手のポジトラかの時は2枚で攻めてきて2枚か3枚で相手が攻撃の時は5枚になってたから完全な数的不利になってたよねっていう。 まあ要するに板倉くんのとこは狙われてて、まあそこで何回も何回も危ないピンチが作られて、で結局点取られてっていう感じ。まあこれもね、5レーンでいうところのこっちが4バックに出して、向こうが5枚できてたから。 だから俺ね、こういうふうな守り方すりゃいいんじゃねいのかなってずーっと見ながら思ってた。うん。1枚足りないよなーっと思ってね、ずーっと。で、誰下げたらいいんだろうと思って、あっ、森田だと思ってね。というのは、森田ってあんまり気が利かないとこあるから、いっそのこと、あの、中央に入れておいて、まあ、役割を限定させた方がいいんじゃないのかなっていう。で、ここの一番難しいアンカーのところはエンドに任せとけばなんとかなるかなっていう。で、向こうも、その、3枚か4枚でつないできてたから、これはマンマーク組み。 にぶつけけておけば、うん、まあ、それでなななんんとかなるんじゃないでこっちがねビルドアップの時向こうがね424みたいな形でまんま組にぶつけてきてたからやっぱりね1枚下げたら1枚余るからそれでビルドアップしやすくなるんじゃないと思って。 で、やっぱりみんな思ってるのが、これ、ゴートさんなのかな。で、他にも、小沢一郎も言ってたけど、なんで3バックにしないのっていう、やっぱりみんな思うこと一緒なんだよねっていう。で、俺なんかもこうでしょ、5バックでこれを可変にして、サイドの4人が局面ごとの微調整みたいな。で、まあ、そんな感じで人数が足りなくなってるんだけど、前田大然がいたから、あいつが走り回ってるから、<laughs> まあ、なんとか人数が、えー、ギリ間に合ってたって状態。うん。で、向こうは完全に中盤放棄してきて、放り込みしてきて、で サイドで1対1を作られてるん,であ作れてるんだけどこっち堂安と前田大然だから突破できなくて結局上田綾瀬と森田の,あの1対2ぐらいでようやく手抜けて点が取れたっていって。 まあ、伊藤純也の不在がここに効いてきたのかなっていう。あと、久保がね、あんまいい形でボール持てなくなってて、後半になるとも,うもっと持てなくなってるっていうね。うん。で、こちらは狙いとしてはミドルプレス設定だから、相手が可変で、えー、っと、4-2-4から、3-1。 1>, えー、1、6みたいな、なんかよくわかんない形になったかな、うん、3、2、5だったかな、まあ、そんな感じで、ガン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 変減してくるから、こっちが調整できなくて、まあ、この辺の調整って、ほんとね、日本の選手、下手なのかなとか思うんだけど、これはね、多分ね、世界的に見ても、あんま得意じゃないと思う、誰も。できるとしたら、クロアチアの選手とか、レアル・マドリッドの選手が、あのレベルじゃないと、だから、こっちのね、設定がある程度してなかったのがミスってんのかなっていう。 うん。まあ、向こうの方が、采配で上手を、えー、取ってきたと。だから、明らかに采配負けしてるから、あの、レオザフットボールなんとかさんみたいなのが、怒り狂ってるのも分からなくもない、これは。うん。で、後半になってくると、気が利く久保と走りまくる前田がいなくなってるから、数的不利っていうのがもう至るところで明らかになってきて、まあ、後半は一気に崩壊しましたよねっていう。で、それをね、俺は地球防衛しながら、ちょっと見てたから、まあ、ちょっと雑に感じてて。 よくわかんねえなと思いつつもあれこれ最終ライン人足りねえし中盤人余ってるしで前線のプレスも足りねえしこれ何になってんだとか思って、ね、ずーっと見ながら持っててまあそんな感じで鎌田の不在っていうのも聞いてきたのかなっていうまあでも俺がこんな風に笑って喋ってるのはアジアカップって結局優勝して何になるのって言われてまあ賞金とあと FIFA ランクが上がるとか名誉が得られるとかその程度のことだからまあ だからアジアカップに関しては怪我人が出なくてよかったなっていうのと、あと伊藤純也のちょっと処理が、処置がね、うーん、あれでよかったのかなって思わなくもないよねっていう。伊藤純也はね、まだ有罪って確定したわけじゃないから、チームに同行させとけばよかったんじゃないのって思うんだけどねっていう。まあ、有罪的また瞬間、通報すればいいわけで。まあ、そんな感じで今回のアジアカップは、えー、ザイオンに始まって、最終的にはあの、采配ミスで終わったという。 まあ悪いとこしか出なかったですね。ということでね、アジアカップ、えー、終わりました。じゃあ失礼します。